初めて知ったので、うん、なんかもう。どうも、星出郎でございます。かぐや姫の妹、聞いてください。妹よ、ふすま一枚隔てています。小さな駅を立ててる妹よ、お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装着るのか。妹よ、あいつはとてもいいやつだから、どんなことがあっても我慢しなさい、そしてどうしてもダメだったら帰っておいで妹よ。